公共曲第5番に蝶々オーパス10話。107はフェリックス・メンデルス・ゾーンが1830年に作曲した公共曲。実際には公共曲第1番の次に作曲された宗教改革の表題を持つ。曲のモチーフにルター作曲のコラール、神は我がヤグラ、そしてドイツの賛美歌ドレスデン・アーメンが用いられているのが特徴である。 アウクスブルクの信仰告白の300周年を記念して作曲された。しかし生前には1回演奏されたのみで、1868年に初めて出版された。若書きながら、すでにシンホニストとして完成の域に達したことを告げる堂々とした公共曲であり、現在ではこのジャンルにおける作曲者の最初の成功作とされている。 自らも熱心なるターハ信者だったメンデルスゾーンは1829年12月にこの曲の作曲を開始した。彼はベルリンにおける翌年6月の300年祭でこれを演奏するつもりであったが健康を害したために5月までかかってしまい実行委員会による決定には間に合わず300年祭に演奏されることはなかった。これについてはまた彼がユダヤ系であったことが 委員に二の足を踏ませ、あるいは他の有力候補者がいたことによるとも言われる。彼は、この作曲が終わるとすぐに演奏旅行に出た。まずライプツヒでこれを演奏しようとしたが、シャフの遅れにより間に合わなかった。その後ミュンヘン、イタリア、パリでの演奏を計画したが、ことごとく失敗し、出版もできなかった。1832年に、ベルリンへ戻って改訂し、 初めて演奏にこぎつけた。その後この曲の再演は1868年まで行われなかった。メンデルスゾーンの存命中、何度も自身によって改訂されたが、最後まで本人は納得できず、楽譜を破り捨てたいくらい気に入らないと述べたとされている。古典的な2巻編成だが低音部に、コントラ・ファゴットとセルパンが指定されている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴット2、コントラファゴット、コルン2、トランペット2、トロンボーン3、セルパン1、ティンパ2、弦5部。メンデルスゾーンがこの曲で引用したドレスゲンアーメンはバーアグナーのパルジファルにおいても聖杯の動機として用いられている。ありがとうございます。